はい、私です。今回は2021年の、10月28日にですね、能代市の、いわゆる能代のジャスコから、浜那須賀楼の方を回って、能代火力方面の方を回りながら、こう国道7号線に出るみたいな、ルートで、走った時の動画になります。でですね、この日は能代、ちらっと行った時に撮ってきた動画なんですけど、あれですね、この辺なんていうんですか、紅葉的なのがどうなってんのかなと思ってちょっと、この日見に行ったんですが、この辺この柳町のこの、公園とか、だいぶ、明らめてるなみたいな感じに、なっていました。特にこの右手、これなんていう公園かちょっともう名前忘れちゃったんですけど、昔よくこの辺でお酒飲んだらこの辺でなんかグダグダになってたような、はい、気がするんですけど、そうですね、はい、結構赤く、なって、まさしく紅葉みたいな、秋そのものみたいな、そんな感じになって、いた感じです。はい、でですね、この日ちょっと私ももうこの単語を久しぶりに聞いたんですけど、種苗交換会っていうやつですか、いわゆる農家としては基本的に、行くだろうみたいな、昔ながらの集いっていうイメージなんですけど、でうちの親父とかうちの祖父とかですね、よく昔、うちのおじいちゃんは車の免許なかったんですけど、うちの近所の、車の免許を持ったそのおじいちゃんと同年代のその人の軽トラに乗ってですね、よくその種苗交換会行ってましたし、でおじいちゃんが、行かなくなってからうちの親父がその毎年、毎年でもないですね、能代で種苗交換会があるたんびに、なんか溶接機とかなんか何か微妙なやつっていうか、何らかの、品物を買って帰ってくるみたいな、そんな、感じだったかと思います。で今、右手にあったかと思うんですけど、種苗交換会の会場が、こちら、今年というか毎年ここなのか、ちょっと場所、毎年ここなのかちょっと分かんないですけど、そんな看板が、ありました。でですね、種苗交換会自体は、この日は、まあ、2021年の10月28日だったんですけど、10月29日の金曜日から、4日間なんですか、4日間じゃない、11月4日まででしたっけ、はい、ちょっと正確なのは、後で書いておきます。はい、まあ、とりあえずそんな感じで、やるようです。はい、でまあ、この辺りはもうまさしく風の松原ということで、私の動画では何度かチラ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 出してきたところなんですけど、ああそういえばこの右手っていうか、岸壁というか、昔この1個、ここの右手の方ですか、昔は子供館の方からなんか、あっち側に回っていけたんですけど、この対岸の方にですね、昔何度か釣りとか、しに行ったことがあって、で、最近もですね、そのうちのとは言わないですね、私がその能代で仲良くさせてもらってるそのラーメン大好きな、人が、たまに、そこで釣りしてるのをこう見に行くみたいなのをやってまして、はい、そうですね、あっち側もまあ普段あんまり行かないんで、ちょっと今度行ってみようかなと、思います。はい、でですね、とりあえず能代市の、こっち側、なんか最近はその能代港、を起点にした、洋上風力とか、いろいろと、盛んにやろうと、推進しているそうで、まあこの辺の風車もですね、私も気づけばあったっていう感じで、まあそうですね、風車って本当あれですね、もう気づけばそこにあるものみたいな、はい、こんな感じで、多分おそらくこっち方面もですね、もう、この辺の、いわゆるその能代港というか、この辺松原よりこの海側、にですね、いろいろ、まあそれこそあれですか、浜那須賀楼にも、その風車はありますし、そうですね、もう能代火力を超えて、あとはその八竜川っていうか、そのなんていうんですか、釜屋浜、に行く
あたりですかね、ずらっとこう、風車が、並んでいました。今回行った時には、はい、で、あ、いや、まあ、並んでいたというか、多分おそらく何年か前に建てたんでしょうね、はい、私が気づく前に、はい、建てられたかと思います。で、そうですね、まあ、秋田県はもうとにかく風車が、そうですね、もう洋上とは言わないですね、あの日本海側にはかなりの数の、風車がもはやあるんじゃないかなと、思います。で、あと、風車はですね、おそらくなんですけど、こっちだけじゃなくて、あのこっちというか、その海側だけではなくて、山の方にも、何基か、あるのを見かけておりますし、まあ、今後、電力の安定供給ってことで、まあ、いろいろ、風車にもちょっと課題はあるかと思うんですけども、どうなんでしょうね、まあ、とりあえず秋田県としては風車がおそらく一番、推進されてるのかなわかんないですけど、なんか太陽光より風車の方があるような、はい、イメージはあります。はい、そんな感じです。で、まあ、今後その洋上風力とか、もう増えていくのかなと思います。はい、ちょっとどういう計画なのかはちょっと私は見てないんで分かんないんですけど、はい、まあ、秋田県としては、今後、いろいろと増えていくのだろうと思います。で、まあ、去年とか今もやってるのか分かんないですけど、能代火力の、3号炉とかの建設があったかと思いますし、はい、まあ、秋田県としては電気、電力さんのその発電のあれはちょっと、あまり分かんないんですけど、そうですね、まあ、とにかく秋田県としての、電気は、今後も、まあ、ちょいちょい増えていくのかなと、思っております。で、まあ、そうですね、そんな感じです。というか、これ眩しいですね、意外とこの時間帯まだ13時とか、ぐらいの動画だったかと思うんですけど、はい、なかなか照りつける太陽光線でちょっと眩しいですが、ここは、温かい目で見ていただければなと、はい、思います。はい、そんな感じです。で、そう、いや、これちょっと懐かしい思い出をちょっと話すとですね、これ昔、この辺近辺で働いてた時、年に1回ぐらいですかね、確か秋ぐらいだったかと思うんですけどね、この道路の、この港湾の道路の、ゴミ拾い活動っていうのが、毎年あって、よくそれに駆り出されておりました、私も。で、我々がよくゴミ拾いしてたのが、まあ、もうまさしくこの辺、火力前なんですけど、火力前とか、はい、まあ、そうですね。で、この辺に、だんだん年々ゴミのポイ捨てっていうのは多分減ってきてる傾向にはあると思うんですけど、それこそ私がこの辺のゴミ拾いに初めて参加した時はですね、いやー、もうそれはすごかったですね。この辺のですね、この辺の左手の草むらとかに、まあ、普通に、あの、なんかビールの缶とかがポンポン、打ち捨てられていて、で、まあ、イメージとしては、まあ、タバコぐらいなら分かるんですけど、ビールの缶とか、そのワンカップの瓶っていうんですかね、あれとか結構落ちてて、うわ、すごいなと、はい、思った記憶があります。でも、たで、なんですけど、まあ、年々そのおそらくゴミのポイ捨てっていうのはもう減ってきてると思うんですよ、はい、思うというか、もう実際あんまりコンビニとかの、袋にこう入れられたゴミっていうのをあんまり道端で見なくなってきてるような気がするんですよね。はい、なんで、まあ、これ走ってても、まあ、ちらちらなんか左手に見えるような気もしますけど、まあ、10年20年30年前とかよりはもう圧倒的にゴミのポイ捨ては、減っているんじゃないかなと、はい、思っております。はい、そんな感じです。で、この辺、ちなみにこの辺走ってていつも思うんですけど、ここ走っている道路のこの右手のこの草むらっていうか、もう2車線本来作る計画とかあったんでしょうかね。いや、もうどうせなら道路にしちゃえばいいのにって毎回、ここを通るたびに思ってたんですけど、はい、まあ、ここはもうずっとそのまんまという感じですね。はい、特に使ってる感じもないんで、もう なぜこうなってるのかはちょっと私も、わからない、そんな感じです。
はい、ということでですね、この、能代火力側を、ぐるっと回って、この目の前の、信号機、交差点はですね、左右に、国道7号線が、横たわる場所となっております。でこのよくこの右手の、ファミマがあ、そうですね、ファミマじゃなかった頃はよく、ここで、買い物をしておりました。地震の時とかも確かここにでよく、買い物しておりました。そんな思い出です。ということで、ご視聴ありがとうございました。